おはようございます。おはようございます。2月27日火曜日、羽鳥慎一モーニングショーです。今日東京の板橋区にやってまいりました。今日はですね、先日省エネ大賞で表彰された画期的な開発をした方にお会いします。羽鳥でございます。どうも、本日よろしくお願いいたします。ありがとうございます。何を開発されたんですか？ガイナという断熱材を、はい、断熱材。一般的な断熱材は厚みがある素材を家の壁などに入れますが、石子さんが開発した断熱材は違います。石子さん、どれですか？これが断熱材です。液体ですね。液体です。ペンキを塗るのと同じような、はい、塗る断熱材です。へえ。家の屋根や外壁内壁に塗った1ミリほどの層が寒さや暑さから守ってくれる画期的なものです。エアコンなどの電気代が年間で 20% 節約できると認められて省エネ大賞で表彰されました。今日の聞き取りは塗る断熱材を開発した石子達次郎さん、ご紹介します。まずは冬の寒さを和らげるという性能を見せてもらいました。これは金属の缶にガイナを塗ったものです。あ、これ塗ってあるんです、ね、そうなんですよ。ここにドライアイス。ドライアイス。おー、来ました来ました。およそマイナス80度のドライアイスです。普通ならこの缶を素手で触ることはできませんが、私ですよね、触るのね。できれば。そうですよね。できればというふうに、ね、はい、いきますよ。はい。おお。はい、適温に冷たいですね。、ええ、ドライアイス入ってる感じはないですね。そうですよね。すごい。なんでこうなるんですか？このガイナが冷気を遮断していると、はい、断熱材を塗るとどのぐらい冷気が伝わりづらくなるのか、サーモグラフィーカメラで見てみます。温度が分かるやつですよね、サーモグラフィー。そうですね、はい、さっきドライアイスの冷たいの触らなくてよかったんじゃないですか？ああ、そうですね。冷凍庫で冷やした鉄板です。片面は断熱材を塗っていますが、反対の面は塗っていません。あ、塗ってある。冷たくない。塗ってない。冷たい。冷たくない。冷たい。手のひらを見ると温度の違いが分かります。温度が低い部分が黒、温度が高い部分が赤です。冷たい鉄板の熱が右手には伝わってるけど、左手には伝わってないってことですね。そういうことなんですよ。へえ。実際に塗る断熱材を活用している一戸建てです。あ、こんにちは。タイさんは2年前に家の外壁とリビングの内壁に断熱材を塗りました。これまでの冬は20畳のリビングで2台のエアコンと石油ファンヒーターを使っていたそうですが、今はエアコンほとんど使わないですね。これのみです。断熱材を塗ったことで3つ使っていた暖房器具が1つに。1ヶ月の電気代も安くなりました。前は2万円ぐらいでしたけど、今は1万2、3000円ぐらいだと思います。塗る断熱材は夏の暑さ対策にも有効です。同じフライパンの片方の内側に断熱材を塗り、同じ火力で温めます。さあ、どんな違いがあるんでしょうか？ちょっと、まあ、できればこの辺に触ってみていただければ面白いと思うんですけどね。あの、面白いっていうのはどういう、もし何かこの製品に不具合があれば改良ということも考えられます。本当に実験じゃないですか。す、はい、ちょっといきますね。はい。ああ、こっち熱くないわ。ずっとやっぱり触ってられますね。卵を焼いてみたいと思います。はい、ああ、だんだん白くなってきた。はい、こっちはやっぱり、ね、白くなってるんですよ。こっち変わらないです。よかった、触らなくて。そうですね。はい、間にガイナがあることによって、はい、熱が伝わってないということになります。そうですね、はい、生卵のまんまです。こっちはどん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 白くなってます。ガイナは何でできてるんですか？ガイナは
セラミックでできてるんですよ。セラミックはあの陶器ですよね。そうですね。いろいろと種類があるセラミックの中でも熱を伝えにくいものを使っているそうです。熱は高いところから低いところに移動する特性があります、はい、その間にセラミックの壁を作ることによって熱を移動しないようにする、はい、外の気温が低い冬は家の中の方が温度が高いため室内の熱は外に逃げようとします。外の気温が高い夏は家の中の温度の方が低いため外から熱が室内に入ろうとします。断熱材を家の外壁や内壁などに塗ることで快適に過ごせるそうです。